皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集テーマは明るいところを向いて歩こうというお話をしたいと思います。いろんな事象っていうのは人生を生きていく上ではいろんな形を変えて目の前に現れていきますよね。それでその時に、経験した辛いこと悲しいことっていうのは当然あって、もしかしたらそれは人生の中で暗いことっていうことになるのかもしれないんですけれども、それっていうのはやはりインパクトな強烈なインパクトがある出来事なだけに、そこに目を向けがちな人とかが多かったりするんですけれども、そこを見てても別に前には進まないんですよね。そこはそこ、明るい道は明るい道っていう光が差している場所があるのに、暗い方に向かって自分が方向を見定めちゃっていると、決して明るいその道とかが見えなくなってしまうので、見方を変えると実は起きている現象は一つで、それが自分で幸福を決めているっていう部分もあったりしますので、明るい方を向くっていうのはその幸運に満ちた人生を生きていけるっていうことにもつながると思っているんですよね。例えば私の場合には、著書の方とかにも書いてますけれども、とにかくお金がなくてっていう貧乏な生活を過ごしてた幼少期、学童期というか、学生時代が全部そうだったんですけれども、だからすごく遊びとかできてなかったし、お金がなかったんでいろんな遊び場とかにも行けなかったし、勉強は自力でやってましたけどね、自宅で参考書自分のお小遣い使って買ってっていう、誰かに女二宮金次郎とか言われたこととかもありましたけれどもね。だからおしゃれとかもできなかったし、全て大人になって叶えてますけどね、行きたい場所に行って行きたいものを、見たいものを見て、食べたいものを食べて、欲しいものを買ってっていうようなこととかはできてるし、やっぱり出会いたい人と出会う場所に自分が行けるっていうのは非常に嬉しいことだったんですけれども、そういうものもその昔の体験があった頃こそ、ここを見てずっと私は歩いていたので、それで手に入れてることができてる未来がありましたね。だからしかもでもその過去がじゃあ全部ダメだったのかっていうと、その過去があったから私は相当お金にはシビアだったし、騙されるってことはもうほぼほぼなかったですね、誰かに。契約書的なものも含めてですけれども、生徒さんで例えば何か、ある契約をして、でその契約書って、例えばこんなことになってみたいなので聞いた時に、いやこれないでしょうこの契約っていうのをしちゃってる人とかいましたからね。世間には悪い人がいっぱいいるわけで、勉強代としてしょうがないんですけれども、そういう内容っていうものが分かっているっていうのはまた財産になったし、そういう思いがあったから似たような境遇の人とかを応援する気持ちとかも出たりとか、その境遇があったから好きなようなことをできるっていう道を作っていくっていう技能と技術と根性ですね、根性が身についたかな。アルバイトもいっぱいしましたね、すごくね、いろんなアルバイトしましたよ。家庭教師とかもやったし、本当に3つぐらい掛け持ちしてやってたこともあったかな、アルバイト。だから社会人になって私忙しく動いておりますけれども、忙しいって言葉はあんまり好きじゃないか、あちこち動き回っておりますけれども、時間なんでそんなにいっぱい上手に使えてるんですかとか言われるけど、私自身はまだそんなに自分うまいとは思ってないんですよ、思ってないんだけれども、そのいっぱい掛け持ちしてやってた時代があって、その時代の時間の使い方からすると、体力的にもなんですけどもね、だいぶ楽っていうのがあったりとかしたので、どうにかできちゃってたっていうのはあったのは間違いないですね。だから人生経験っていうのは何も全て無駄なことはなくて、反面教師の父親がいるからまともな経済観念がある人と付き合おうっていう
イメージがついていたので、騙す人は私の周りには寄ってこなかったし、お金の無心だけをするような人っていう人とは付き合いを絶ったりとかっていう、そういう形でこう寄せ付けないようにする能力とかも身についたし、まあやっぱり表裏一体ですよね、経験っていうのは。だから暗い部分を見ないで前向きな明るい部分を見つけるっていうことができると、人生どうにでもやっていける能力が身につきます。だから今例えば腹立たしいこととか悔しいこととかがあったとして、そこだけにグーって見に行っちゃうとこっちの明るい未来が見えなくなってしまうので、今の底の中から何を教訓として得るのかということを考えてみると、今自分が課題として見なくてはいけない課題がそこに入ってきていることがとても多いです。それは私自身への自戒も込めて言っています。はい、ということで、未来は明るい方を見ていくっていうこの言葉をですね、ちょっと考えてみていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。